ワンアウトになっています。ボールになります。ワンエンドツーです。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあバッターちょっと有利か。インコース打った。これでアウトカウントが2つ。セカンドフライに倒れました。そしてバッターは1番ボズ。左の打席です。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。最初の1球、最初はインコースから来ました。カウント1ストライクノーボールです。ツーアウトになっています。次の第2球、ストレート決まってツーナッシング。これでツーストライクと追い込みました。ツーナッシングからの第3球、またストレートできました。ここは外してきました。さあ第4球、あっといい当たり。さあ何を見せるか。あっと三振。これでスリーアウトチェン。さあカーブ1点を追いかけます。守りきれるんでしょうか。さあ最終回、注目のピッチング。9回の裏、最終回の攻撃。対するこの回の先頭広瀬。さあ最終回、この打席に試合の行方がかかっています。第1球はガッとくるがいい当たりだ。レフトへ、レフトへ、ボールがどうだ。これが4回目の打席。さあ2球目、アウトコース、ワンエンドワン。ここまでのカーブ、ヒットが8本、そして2点を入れています。バファローズがリードしています。これはボールです。ワンツー。このゲームはここまで3打数でノーヒット、そして三振が2つとなっています。これもストライク、147キロです。さあ5球目、外の球は外れています。ボールカウント 2-3。 打っていくか。打球はセカンドへ。取った。一塁へ。これは一塁アウトです。セカンドゴロに終わりました。そして次の7番国保、ミニバッターボックスに入ります。6回の3打席目、ソロホームランを放っています。初球コーナーをついてきました。ワンストライクノーボール。今日4回目のバッターボックスに入っています。この球は見ます。ワンエンドワンです。今日のここまでは3打数2安打、ホームランが1本があります。さあ3球目はどうか。これも変化球でした。2ストライク1ボール。あっと三振見えました。このナックルには手が出ませんでした。そして次の8番石原、この試合に行方を任されました。石原、一度の出塁がありました。今日のゲームです。最後のバッターになるか。アウトコースで低い打球になりました。破った、綺麗に破りました。さあ最後にヒットが出ます。意地を見せたか。そして次のバッターを迎えます。豊田さあレフトへのヒットでランナーを出しています。初球ストライクを取りました。ワンストライク。これが4回目の打席。変化球持ってきました。さあバッター追い込まれています。
これで決めるか。打ちました、取りました、一塁送球、1点差を守りました。これで試合終了。このオープン戦は3対2バファローズの勝利となりました。最後までリードを守りきりました。勝利監督インタビューが始まっています。さあ、広島対オリックス、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は達川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。